ただいていますね。川崎市の方からも涼しい曇りといただいています。札幌市からは晴れ優勢、まだ暑くないといただいています。今日は晴れ報告が少ないですね。岡山市の方からは晴れていますとコメントをいただきました。北海道の芦別、曇り影うっすら涼しいです。北九州市は引き続き晴れ、蒸し暑い体感です。自転車通勤気持ちよかったよって横浜の方からいただいてます。ちょっと風が涼しく感じそうですね。ただこの暑さ厳しい日に自転車通勤は結構辛いものですけれど、このぐらいの体感だと気持ちよい体感になるみたいですね。はい、皆さんコメントやチャットでお天気教えてくださりありがとうございました。ではですね、ここからはいただいているウェザーリポートでも確認していきたいと思います。まずは神奈川県横浜市、カンパリソーダさんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。おはようございます。毎日曇っていますね。昨日は雨降りました。今日はどうなるのかなといただいています。関東は曇り空続いてますね。8月に入ってからしっかりと晴れた日はないですね。そして昨日は雨が降ったということで雨の報告もいただいています。今日もこの雨の降るタイミングがありそうですね。折りたたみ傘があると安心です。では続いて見ていきましょう。高知県土佐市、モンさんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。おはようございます。今朝は濃いグレーの雲があったり薄いグレーの雲があったりとした空が広がっています。なんだか少し暗く、ざっと雨が降るかもしれません。昨夜は久しぶりに雨が降ったけど、おしめりにはならなかったです。では、今日も水分補給をしっかりととって、元気で一日を頑張りましょうね、といただきました。ところどころ濃いグレーの雲があったり、薄いグレーの雲があったりと、そんな空になってるみたいです。全体としては雲の広がった空ですね。また雨の降ることがあるかもしれませんとコメントをいただいていますけれども、今日は西日本太平洋側では雨の降るところも多くなりそうですね。今日は傘を持ってお出かけください。では続いて見ていきましょう。宮崎県日の影町、素人一家さんよりいただきました。ありがとうございます。午前中だけでも持ってほしいですといただきました。こちら雨は降っていないようなのですが、雲の広がった空になっています。午前中だけでも持ってほしい、これは雨が降らないでほしいと、そんな思いが込められたコメントですね。宮崎県の方からは朝雨の報告もいただいていましたが、先ほどの空ボタンでは曇りの報告が多くなりましたね。ただ雨は一旦止んでもこの後油断できないお天気です。空の変化にお気をつけください。いただいたウェザーリポートで現在の空の様子を見ていきました。宮崎県ではすっきりしない空が朝から続いてしまっていますね。そしてですね、今日は台風の情報も見ていきましたが、この後の動向も気になります。ではですね、台風の情報をどのように確認するか皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ではまずはウェザーニュースタッチのアプリから見ていきましょう。こちらがウェザーニュースタッチのアプリ、この iPad では こちらがトップページとなっているんですけれども、起動時のトップページ、こちらは皆さんそれぞれ異なると思います。それぞれ一番使いやすいものに設定することができます。そして台風の情報ですが、左下にあるメニューのボタンを押すと、このようにいろいろなチャンネルが出てきます。下の方にスクロールしていきますと、現在防災の欄に台風チャンネル、上から2つ目ですね、こちらにありますので見ていきましょう。すると台風情報を見ることができます。今は5号の情報が出ています。横にスライドさせると11号の情報も見ることができます。では現在気になる5号の情報ですね。一度こう画面をタップすると、このように周りの文字が消えて見やすくなりますね。
4日、5日、6日、7日の8日の3時まで予想が出ています。今のところの予想ですと5日ごろに奄美付近に接近ということで、その後7日ごろ九州に接近という可能性が出てきていますね。こちらの台風チャンネルも最新の情報に随時更新されますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてですね、こちら左下に暴風警戒域というものが出ているの皆さんご存知ですか？こちらを押すとこう変わるんですね。こちらは3日先まで暴風警戒域も表示されるということになっていますので、それぞれこう切り替えて見ていただいて、暴風域がかかる可能性のある場所、赤色ですね。3日までしか気象庁の発表がないということです。なので暴風警戒域と、こちらをオフにすると5日先までのこの予想予報円が見ることができます、はい、こういう使い方なんですね、はい、あとはウェブのサイトからも台風チャンネル見ることができますので、ぜひそちらも見てみてください。そしてですね、またこの文字を出しますと台風ニュースというところが出ていますね。こちらを押して見ていきましょう。台風ニュースというところにはすべての台風に関する情報が詰まっているということなので、こちらも皆さんにご確認いただきたいですね。例えば今ですとこちらですね、各国の予想13パターン、こちら絵柄としては少し古いようなんですけれども、8月31日3時の時点での台風を監視する世界各国機関による進路予想、こちらも更新される予定ですので少々お待ちください。大文字もしっかりと書いてあって解説が詳しくされてますね。いろいろな予想があるっていうことなんですけれど、いずれにしても各地に影響がということで、西に行く場合、東に行く場合とそれぞれの想定される影響、こちらも見ることができます。そしてこちらが新しい情報ですね。8月2日3時時点での情報ということで、台風5号の進路予想モデルが出ています。2日の時点でだいぶ西に予想がまとまってきているようです、ただまだブレ幅はあるということですので、この後もこまめに情報を確認するようにしてください。またさらに下に行きますと、下には最新ニュースピックアップということで、こう台風に関する情報、被害に遭わないためにどのような対策を取ったら良いのか、そういったものもこちらに最新ニュースとして載せていますので、こちらもご確認ください。またさらに下に行きますと、台風特別コンテンツということでこのような記事も載っています。いざという時に、対策しっかりと皆さんできているかどうか、こちらも見ていただきたいですね。奄美の方は特に今日のうちに対策なさった方が良さそうですから、こちらも見ていただければと思います。台風のニュース見ていきました。皆さんこちらも通勤や通学の時間に電車などでも見ることができるので、こまめにチェックしていただければと思います。以上、台風の情報をお伝えしていきました、それでは続いてはですね、最後のコーナーに参りましょう。みんなで空にスタンプです。こちらのコーナーではいつものウェザーリポートにワンポイントを加えて送っていただいています。今日は8月3日ということで3ピース、こちらを皆さんにスタンプしていただいています。
先ほど2枚紹介していきましたけれども、まだまだ届いていますので、こちらを見ていきたいと思います。まずは神奈川県川崎市グーフーさんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。今日は3日なのでリナッチからのお題は3ピース、少し明るい東の空に3本指をスタンプ、今朝は涼しいので心地いいですねといただきました。こちらも3ピース、あ、先ほどの2枚と逆向きですね内向きですねあ、プリクラ、あの裏ピースって流行りませんでした？こういうピース流行りましたね。懐かしい、3ピースもこういうのがねありましたね、そしてこちらも雲の広がる空となっていますが、涼しく心地よい体感になっているようです。ありがとうございます。それでは続いて見ていきましょう。続いては神奈川県横浜市あきら S さんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。おはようございます。今朝のテーマは8月3日ということで3ピース、8月3日という例年の時期としてはほど遠い涼しい体感の朝を迎えております。涼しさに体内は比較的平和的な状態ですが、少し違和感は感じますね。それでは今日の平和を願って3ピースといただきました。お写真の真ん中にドーンと、この3ピースすごくバランスが素敵ですねとってもバランスの良い3ピースですあ、山感じの山みたいなあと絵文字、なんだろう、記号、何の記号ですかこれ。これは記号も一緒に送っていただいてるんですけど、その記号そっくりです。ギリシャ文字ですかねこれは、そしてこの時期はやはりこの時期としては涼しい体感ということで、少しやっぱり違和感がありますよね。8月入ったんですけれど、もうここまで涼しいということで、あれ何ですか、大文字のプサイみたいですという文字をね一緒に付けてくださってるんですけれど、本当にそれそっくりの、そのまま3ピースですねあ、W にも見えますか、確かにそうですねありがとうございます。では続いて見ていきましょう。茨城県日立市しゅじゅめさんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。植え替えたばかりの観葉植物のモンステラさん、買ってきた時には葉っぱが5枚ありましたが、植え替える時に小さい葉っぱがポロッと取れてしまい3枚になってしまいました。植え替えが下手な主人でごめんね、大きくなれ3ピースといただきました。これは葉っぱですね、葉っぱの3ピース3本生えてます可愛らしい。そしてこちらよく晴れてますね、青空がとっても綺麗です。日立市はねここまでよく晴れてるみたいで気持ちの良い空が広がっています。もしかしたらこの後雲を広がる時間があるかもしれませんね。そしてこの鉢がすごい華やかで可愛いですね、なんか元気をもらえる色合いですよね。ありがとうございます。それでは続いて見ていきましょう。群馬県前橋市フーズさんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。今朝のお題3ピースとのことでこれをスタンプ。昨日と今日曇り空でひまわりもちょっとお辞儀気味、お日様いつから戻ってくるのかな。体感は涼しくクーラーも扇風機もいらない朝です。ではリナッチ皆さん良い一日をといただきました。植物は暑すぎると辛いかもしれないですけれど、日差しも欲しいところですね。すごいひまわりのお辞儀具合がすごいですね下向いちゃってます。やっぱり太陽がねちょっと欲しくなる、そんなそろそろねお天気となってますね、はい、ありがとうございます。いただいたみんなで空にスタンプのリポートを紹介していきました。皆さん今日もたくさんご参加いただきありがとうございます。それではここからはクロストークのお時間です。今日ソライブサンシャイン担当はなおちゃんです。おはようございま す, よ, いますよろしくお願いしま す, しますさっきまでしゃっくりが止まらなくて、うん、大丈夫、止まりました止まりました。なんか止まる方法いろいろあるんですけ ど, どうしますか。私小さい頃から息を止めて
ずっと下向く、下を向く、下を向いて息を止めて、で限界まで止めるんですけど、うん、あの吐く時に結構はーってなるじゃないですか、はい、でもそれをゆっくり吐くのがポイントでって吐くと大体治ります。なるほど、うん、あの今日朝起きた時も出て、なんか今日しゃっくり出やすい、出やすい、もしかしたらサンシャインの時間もそうかもしれない、すごく久しぶりに出てびっくりしました。どうしようと思って、あまり出ないですね、あまり出ないですよね。そうですよね、なんか子供の頃、小学生の頃とかよく出た思い出があるんですけど、確かに大人になってからあんまり出ないかも。だからすごいびっくりして、なんだろう、で私もそれです、あの息を吸って止めて、あの息を限界まで吸うんですよ、食べる感じ、それ聞きますか、食べてすごいもうパンパンに、肺をパンパンにして止めてると止まります、よくなる、よくなる、あ、下を向くんですね、なんかいろいろありますよね、両耳に指入れると止まる、そうなんですか、皆さんいろいろ、お水がある、お水をね、小学生の時お水を口に入れてやかんって心の中で唱えると治るっていう、なんかおまじないみたいなのを聞いたことありますけど、そういうのもありますよね、なんかおまじない的な何かを唱えるとか、あとなんだっけ、割り箸をクロスに、コップの上にクロスにして水を飲むとかもありましたよね。あ、こうやって水飲む、こうやってお水飲む、逆から飲む、なんか小学生とか中学生の時ってそういうなんかジンクス結構あった、試してみたい、本屋さんでちっちゃい本とかなかったですか、そういう、なんかジンクスがいっぱい書いてある、ジンクスいっぱい書いてある本そういうのを ね、うん、学校に持って行って友達と読んだりしてましたね、心理テストとか、心理テストとかね、あった、懐かしい、サンシャイン中にしゃっくり出ちゃったら、うん、なんだっけ、何してやかんだっけ、お水を口に含んでやかんで、やかんそれしてみますね、止まるかどうか聞くかな、聞いたらすごいですよね、やかん効果ね、うん、脅かしてもらったら、あ、はっはって、誰に、誰に確かにそう、いろいろ ね、懐かしいと思って今、懐かしいですね、懐かしいですね、そう、びっくりしました、うん、でも止まってよかったです、あ、もう一度今止まったんですね、よかった、はい、止まりました、はい、さあそれではしゃっくりも止まりましたので、はい、サンシャインの内容を見ていきたいと思います、こちらです、じゃん、あれやこれのスタンバイは OK かしら、あれとこれのこう画像が、あの、あ、あれちょっとあれとこれが大きいんですけど、あれやこれじゃないですよ、あれやこれやですね、あれやこれ、あれやこれですね、すごい、あれやこれ、あれやこれ、うん、あれやこれ、どれとどれよ、なんて発音するんだろうと思っちゃった、そう、私も今見た時迷っちゃいましたあれや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 じゃなくて、あれやこれですね、はい、この先こうイベントなどもね、空白もありますし、うん、あと台風も備えなければいけないかなと思いますので、はい、スタンバイについて皆さんと一緒に見ていきたいと思います、はいはい、ではサンシャインもよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございまし ました、なおちゃんとクロストークをしていきました。この前あの泉さんともちょっとジンクス的なお話をしてたんですけれど、やっぱりありますよね、小学校とか中学生の時はいろんなジンクスがあって、車のナンバー、あとね、本もすごい懐かしいですね、たくさん売って、今も売ってるんですかね、どうなんですかね、 ね、売ってるかもしれないですね、今度本屋さん行ったらちょっと見てみようかな、はい、ということで皆さん今日も3時間お付き合いいただきありがとうございました。今日も西日本では暑さが厳しくなるところが多くなりそうですので、引き続き体調崩さないように熱中症に十分注意をしてください。そして台風の影響が出てくるところもありそうですね、準備を早めに行うと良さそうです。では皆さん今日も元気にいってらっしゃい。
はようございます。8月3日木曜日、時刻は8時になりました。ソライブサンシャインです。今日のソライブサンシャイン、角田直子が担当します。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。よろしくお願いします。何か起きました今？出ましたね。こちら下に流れているものが出てこなかったですけれども、あれ、これまだ続いてるんですか？もう空白まで毎日こっち見てますねさっきはリナッチでした。どうなんだろう、うん、あの2日前から続いてるんですよねずっと続いてる。あ、空白までずっと出るんだ。そうなんだ、アピールですね。あとこの本物の名刺サイズのものもここに届いてるんですよ。すごいいい感じです。私も欲しい、全員の分いっぱい欲しいです。3セットぐらいいいですね、かわいいですね。皆さん、いや2パターンですね。3パターンあるわけではなくて、1パターンを3セット欲しい持ち歩くよ、保存よっていう風にね飾るよ、うん、家に飾るよ、保存よ、持ち歩いてこう友達とかに見せるよ、見てこれってキャスターカード占いとかいいですね。ちょっとよくわかんないですけど、ルールはよくわかんないですけどトレーディングカード、なんかあのトレーディングカード、あのポケモンカードとか遊戯王カードみたいにして遊べますね誰がジョーカー、ジョーカー、トランプじゃないですけどね。浴衣ですか？浴衣は私はシンプルなやつ、あの根頃さんがこうみんなに似合うやつを選んでくださって、本当に本当にみんな似合って、そうすごいぴったりでした、はい、私このシンプルの青いやつ、うん、あのあんまりこう派手な柄とか色とかより、私こういうシンプルな方が好きだし、自分で似合うかなと思ってるんですよね、うん、紫好きですし、このシンプルなやつ、あの素材がすごい良かったです浴衣の素材が良かったですあのこの浴衣だけちょっと、私の浴衣だけ素材が違って、サラサラしてる、なサラサラ、朝っぽい感じでしたね、うん、そうなんですよ。あまり良くないですか朝のって。そうなんですか。なんか浴衣着付けしてくださる方が、この浴衣が一番素材がいいねって言ってくださって気に入ってたんですよそうなんですよね、いろいろこう本当にみんなそれぞれ似合う浴衣なので、ぜひ浴衣のねお名刺もコンプリートしていただければと思います。サイン、そう顔みたい、そうなんですよ、サインこだわりありがとうございます。私の顔になってるんですけど、よく見たらなおこになってるんですよ、私の似顔絵になってますそう、皆さんかっこいいサインとかも多いんですけどね、ちょっと考えて似顔絵風のサインにしてみました。はい、ということで空白のお名刺のアピールしていきましたけれども、ここからはお天気確認していきましょう。ではまずは皆さんに空ボタンでお天気をお伺いしていきたいと思います。今の天気は雨、晴れ、曇りの3択です。空ボタンは空窓アプリや空ボタンのウェブページからご参加ください、はい、お天気いかがでしょうか。ぜひチャットやコメントでもお天気、体感の方教えてください。岡山市快晴、空真っ青です。江戸川区曇りだね。道南曇り、横浜曇り。あ、そういうのっていつ考えるんだろうね。あ、サインですか。お家でメモに書きながら考えました。自分で考えて根頃さんとかにこんなのどうですかって言ってチェックしてもらう感じですね。そう、私筆記体とか書けなくて、かっこいいのが書けなくて、ひらがなにしようかなと思って考えました。結構難しいですよね。皆さんサインとか考えたことあります？自分のこう、私もでもちっちゃい頃考えたことありますね
なんか大学時代使ってたサインがあるんですけど、あの使ってたっていうか、あのプリクラとかに書いてたんですよね、自分で書いてたんですけど、それがゾウさんのサインで、ゾウさんの中に漢字で書くたって入ってるんですよ。ゾウさんが好きで書くの、ゾウさんの絵を書くのが好きで、ちょっとそれもね披露してみたいですけど、さすがにこうなんだろう、ゾウさんだし、こう書くたって漢字で入ってるのどうかなと思って新しく考え直しました。あ、仕事用があるんですね。そうなんだ。いや、皆さんもぜひちょっと意外と難しいので自分のサイン考えてみてください。皆さんからのお天気の報告をたくさんいただいてますね。宮崎が曇りだけど雨降りそうということですかね。宮崎雨強まっていた時間もあったんですね、先ほど。さあ、それでは幕張の今の外の様子も見ていきましょう。曇っているところが多いようですけれども、幕張は雲が多いですが隙間から青空も見えていますね。明るい曇りかな、晴れかな、でも日差し届いているようですね。このように曇りか晴れか迷ってしまうような空の様子のところもありそうですね。群馬県伊勢崎市の方からは、毎日曇りの日々が続いています。神奈川曇り、風が吹くと気持ちいい。横浜曇り、名古屋市は晴れ。あら、お天気カメラが今日は眩しいですね。あ、いつものトーンになりましたかね。はい、見やすくなりましたね。東京渋谷区も曇り、練馬曇り、涼しい。関東曇りが多いようです。横浜東部曇り、薄日が差している。幕張もそういった感じですかね。曇りですけれども薄日が差すようなタイミングもありそう。愛知、名古屋市、晴れ、暑いや。名古屋は暑いんですね。関東の皆さんからは涼しいや、過ごしやすいという体感報告が多くなっていますし、幕張も私も朝来た時5時過ぎくらいかな、すごく涼しくてびっくりしました。今日は今の体感どのになっているのかも気になるところですね。はい、では空ボタン5秒前で集計していきたいと思います。5、4、3、2、1、終了です。まずはグラフで結果を見ていきましょう。こちらです。じゃん、どうかな。曇り99、一番多くなりました。晴れ78、雨の報告も5いただいています。マップで結果を見ていきましょう。マップで結果を見ていきますと、今鹿児島県と三重県かな、和歌山県かなのあたりで雨の報告が届いていますね。内陸部でも一部雨の報告届いていますが、やはり今日は太平洋側を中心にすっきりしない空となりそうですね。北海道も曇りの報告が多くなっています。日本海側や沖縄は晴れの報告、しっかりと日差しが降り注いでいそうですね。8時台の空ボタンの結果を見ていきました。皆さん、空ボタンたくさん参加していただきありがとうございました。ではここで今日のソライブサンシャインの見どころ、空見の見ていきたいと思います。こちらです。じゃん、あれやこれのスタンバイは OK かしら。左と右に画像出てますね。あれ、台風、これ、空博などなど、他にもねたくさん、こう週末週明け皆さんそれぞれの予定だったりイベント、こう旅行に行かれる方もいらっしゃるかもしれませんね。いろいろ予定があるかと思いますけれども、そういった予定のスタンバイ OK ですか。空博行かれる方は空博のスタンバイどうでしょうね。あと台風は気になるところですね。台風への備え早め早めにしておくのが良さそうです。もう今日の遅くからだんだんと奄美や沖縄方面では影響出てきそうですね。あとお盆の準備とかもですね。夏休みで逆にこう沖縄方面に行かれる方もいらっしゃるかと思いますけれども、そのお天気の方だったり交通機関の情報などもねしっかりとチェックしていただければと思います。そう、あのボランティア勢明日から空博ということですけれども、沖縄から逆にこう空博に来られる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方も飛行機などの運航状況など気になるところかと思います。
はい、情報しっかりとチェックしていただいて備えなどしていただきたいと思います。私です。那覇のトントカイモさん、私ですと。そうですね。そう、トントカイモさんね、イベントご参加していただくので、やはり沖縄から参加していただくのではないのかなと思っていたんですが、やはりでしたね。ありがとうございます。帰りが心配ですとね、いただいてますね。あ、宮崎の方からも、うん、帰りも心配ですよね。週明けということで、台風の動向によって雨のエリア強さなど変わってきそうですけれども、帰り、空箱終わってからの帰り道ね、交通機関にどこに影響が出ているのかちょっとわからない状態ですので、確かに不安ですね。はい、そのあたり今出ている最新の情報なども今日しっかりと確認していきたいと思います。さあ、では今日のラインナップを見ていきましょう。1番、お天気スタディ、お天気に関する豆知識をお勉強していきます。2番、日の出写真家、今朝いただいた綺麗な日の出のリポートをご紹介いたします。みんなで一緒に手を合わせましょう。3番、みんなの外干しチェック、今日外干しできるエリアを確認していきます。4番、今朝の特ダネ、いただいているリポートからのトピックスですね、こちらの方確認していきましょう。5番、サンシャインリポート、この後テーマを発表いたします。テーマに沿ったサンシャインリポート今日もたくさんお待ちしております。6番、あれ6番気になるリポート、いただいたリポートの中から私が気になったものをご紹介させていただきます。7番、あれやこれのスタンバイ、はい、あれの情報、これの情報、スタンバイしていきたいと思います。はい、確認していきましょう。8番、テーマを見極めろ連想リポート、何をテーマとして選ばれたリポートなのか皆さんと一緒に当てていくコーナーです。ぜひこちらもご参加ください。皆さん今日も3時間よろしくお願いいたします。では早速サンシャインリポートのテーマを発表していきたいと思います。今日のテーマはこちらです。じゃん、今朝の体感は。皆さん今朝の体感いかがでしたか。今はもうまだ8時12分ということで朝ではありますけれども、朝起きた時どのような体感だったのか、また今感じている体感と変化はあるのかどうか、ぜひ教えていただきたいと思います。朝起きた時から暑かったというエリアの方もいらっしゃいますかね。もうムシッとするねと那覇の方からいただいてますね。宮崎市の方からも、一方横浜の方からは涼しい感じ、うん、私も朝起きた時涼しくって、あの家を出ると少し半袖を着ていたんですけれども、ヒヤッとしましたね。ちょっと寒いかなというくらいでした。今はその少しひんやりした状態から変化あるのかどうか、私マスト中継でですね確認していきたいと思います。ぜひ皆さん今朝の体感、そして今と変化はあるのかどうかなど、ウェザーリポートのコメントに入れて送っていただきたいと思います。またコメントの方にはサンシャインリポートというワードも入れて送ってください。今日もたくさんお待ちしております。ではここで今日のお洗濯状況を皆さんにお伺いしていきたいと思います。空ボタンでお聞きしていきます。外干し、部屋干し、悩み中、今日は予定なしの4択です。こちらの空ボタンは次のブロック、みんなの外干しチェックのコーナー内で集計していきます。あ、外干し結構たくさん上がってますね。8時35分頃ですかねに集計していきますので、皆さんそれまでにたくさんお答えください。ではここからはお天気の方しっかりと確認していきましょう。皆さんからいただいた最新のウェザーリポートで各地の空の様子を見ていきます。まずは北海道釧路市の中さんさんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。今朝は霧がかかって日差しもなくて寒いです。気温も 13.6 度です。今日は曇りで日中一時晴れですが、気温は19度までしか上がらない予想です。長袖を着て散歩に行ってきましたといただきました。はい、こちら霧がかかっているということですね。白い空になっています。日差しが今なくて寒いということですが、この後日差しが届くのかどうか気になるところですね。また気温は19度しか上がらない予想ということで、ひんやりとした一日になりそうですね。長袖を着てらっしゃるということです。体感は今日は北海道も気になるところですね。では続いて見ていきましょう。東京都港区の SKMT さんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。赤
明るめの曇り、涼しくて快適です。雨は降らなさそうですといただきました。こちらは東京都、雲が広がっていますね。ただどんよりとした暗い曇り空ではなくて明るい曇り空ということです。幕張も明るめの曇り空になっていましたね。この後お天気どうなっていくのか気になるところですね。折りたたみ傘などは持って行った方が良さそうな空になっています。では続いて見ていきましょう。愛知県岡崎市のひろたんさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。今朝は雲が広がって日差しがないですが蒸し暑い朝ですといただきました。愛知県も雲が広がっていますね。ちらっと隙間もありますけれども日差しはないということです。やはり太平洋側は雲の多い空になっているようですね。ただ先ほど東京の方からは涼しくて快適という体感報告いただいていましたが、愛知県になると蒸し暑い朝ですということで、皆さんからのコメントでもいただいていましたね。同じ曇り空でもエリアによって体感変化がありそうです。では続いて見ていきましょう。大阪府高槻市のひまわりさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。気持ちの良い青空です。頑張ろうと思える青空に感謝。暑いですがそれは C ですといただきました。体感はね暑くてあまり快適とは言えなさそうですけれども、ただこう青空が広がっているとすっきり気持ちいい気分にはなりますよね。大阪ただアイコンが猛暑なんですよね。あのクーラーの効いてる部屋からこの青空を見る分にはね気持ちよさそう、頑張ろうと思えそうですけれども、しっかりと今日も紫外線対策、熱中症対策万全に行っていただければと思います。では続いて見ていきましょう。宮崎県都城市のスマイルさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。今朝は都城市、雲の多い空模様です。風が結構吹いていますね。体感的には涼しいのでありな体感ですが、今日もぼちぼち頑張りましょうといただきました。宮崎県、雲の多い空になっていますね。厚めの雲でしょうか。空一面に広がっています。風が結構吹いているということで体感は涼しいということですが、この後また雨が降る可能性があるのかどうか気になるところですね。しっかりとこの後確認していきましょう。では続いて沖縄県石垣市の伊勢海老さんよりいただきました。ありがとうございます。おはようございます。風もなく穏やかな朝ですといただきました。お、石垣市綺麗な空になっていますね。青空が広がっています。今日は風もなく穏やかな朝ということですが、この先台風の影響も石垣市でも気になるところですね。しっかりと備えをしておいていただければと思います。ありがとうございます。皆さんからいただいた最新のウェザーリポートで各地の空の様子を見ていきました。ではここからは最新の天気予報センターと一緒に確認していきましょう。予報センター永井さん。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、太平洋側では雲の多い空のところが多いようですが、雨の心配もありますか。はい、はい、では現在皆さんからいただいているお天気の報告を確認します。はい、8時10分までの1時間分の報告です。はい、この時間九州から関東まで西日本東日本の太平洋側を中心としたエリアに雲が広がりまして、現在は宮崎や大分そして高知県など、雨の報告が届いております。はい、東海エリア関東付近の雨はだんだん回答が少なくなってきたかなといった状況ですね。はい、でその他東北の、太平洋側や北海道エリアも雲が多めの空になっているようです。今日この後も太平洋側のエリアはですね、雲が広がりやすくすっきりしない空模様というところ多くなりそうです。はい、というのも気圧配置を見ていきますと、こちら今夜の予想気圧配置です。北海道の北、オホーツク海に高気圧があります。そして本州の南の海上に台風5号があります。はい、高気圧の周りは時計回りの風ですね。そして台風の周りは勢いよく反時計回りの風が吹いておりますので、ちょうど西日本から北日本まで太平洋側のエリアというのはどこも東寄りの風が吹いてるんですね。はい、で関東
付近から北のエリアは比較的こう北東からの風、東海付近から西側は南東からの風といった形になっています。はい、まあ、それぞれ空気は湿ってますので、太平洋側のエリアはですね、雲が広がりやすく、場所によってはポツポツパラパラ雨の降りやすいお天気、北海道では霧も発生していますよね。はい、ちょっと車の運転注意が必要。そして西日本方面、暖かく湿った空気が入ると、お伝えしました南東からの風ですね。はい、ですのでこちらの方がより雨雲を発達させやすい。台風5号は遠くにありますが、間接的な影響で宮崎県ですとか高知県の西部のあたりですとか、あと和歌山県や三重県の南部といった紀伊半島の南のエリア、こういったところで一時的に雨が強まったり雷雨の恐れがあります。はい、ので雨の降り方注意してください。おそらくですね、愛知付近から東側は降ったとしてもポツポツパラパラ程度と思われます。はい、でその他の日本海側を中心としたエリアは高気圧圏内で、はい、今日も日差しがしっかり届きます。厳しい暑さになります。上空の薄雲かかっているところもありますけれども、日差しを遮ってくれるような雲ではありません。はい、ですので、まあ、お天気はね、夏空っていう感じで、なんかこうテンションちょっと上がるんですけども、はい、暑い、暑いですね今日も。はい、暑いので、はい、今日も九州北部ですとか中国エリア中心として35度以上、はい、体温並みの暑さ、体温以上の暑さというところもありそうでして、はい、熱中症対策が欠かせません。で日中暑くなれば暑くなるほどですね、はい、山沿い中心にまたにわか雨雷雨の可能性ありますので、天気の急変に注意が必要となります。はい、そしてこの台風5号の行方はどうなるのだと気になるところかと思われます。はい、現在の台風5号の情報、今西日本の南の海上におりまして、非常に強い勢力です。中心の気圧が945ヘクトパスカル、中心付近最大風速45メートル、瞬間的に60メートルの風が吹いてます。風速25メートル以上の暴風域伴った状態で、この先もゆるゆると、まあ、自転車並みのスピードで北西方向に進んでいくものとみられます。はい、この沖縄にかけての海域、もう沖縄過ぎた東シナ海もそうらしいんですけども、海水温がとっても高いんですよ。はい、台風にエネルギーを与え続けるということで、はい、この先まだ発達するつもりらしいです。あ、さらに発達、はい、おっとちょっと台風に意思を与えてしまいましたけれども、はい、まだ発達していきます。いや、もう笑い事じゃないんです、はい、そしてですね、最も接近するのは5日の、はい、朝の時点で南西諸島ですね、はい、奄美周辺、トカラ列島周辺ということになっていくんですが、明日4日の金曜日頃から、はい、と言いますか、今夜遅くに沖縄県の大東島地方はちょっと風強くなってきます。もう今夜から、はいはい、ただ大東島地方はおそらく、暴風域はかかりません、はい、強風域に入るかなというところですね。はい、でその後、あさって土曜日にかけて南西諸島を通過していくわけなんですが、明日4日の金曜日の時点で奄美ですとかトカラ列島、種子島、屋久島付近、その他、はい、沖縄本島も、午後、後半ほどですね、雨風強くなってくる恐れがあるということで、今日まだ穏やかなお天気というところ多いので、今日のうちに備えを行ってください。はい、その後週末以降ですが、沖縄付近、ごめんなさい、奄美周辺ですね、はい、南西諸島を東から西へ通過した後、週末は向きをだんだんと変えてきます。北寄りに変えてきます。はい、今の昨日から今日への予想の変化として、ちょっと内回りになってきているようです。はい、まだこの先、がらりと変わる可能性もあるんですけれども、はい、今の予想ですと向きを北寄りに変えて九州北部に
近づく線が一番可能性が高いのかなとなっております、はい、まだ大きく外回りする可能性もありますし、ショートカットして九州北部ですとか中国四国エリアの方に向かうというのもあるんですけれども、うん、今のところ九州北部に近づくのが一番有力な線、はい、タイミングとしては日曜日から週明けにかけてとなります。まだちょっと日付がありますね、はい、そしてですね、このもしもこのコースで来ると、九州北部に近づくコースで来ると、梅雨の間に大雨にあった福岡県のあたり、はい、大分県の日田市のあたり、こういったところもまた雨が強く降ったり大雨の恐れというのが出てまいりますので、今のうちに早めに、備えを早め早めに備えを行っていただきたいと思います、はい、沖縄付近から沖縄本島付近から九州にかけては暴風域 これくらい予想の範囲として広くなってるんですけども、はい、まあ、進むコースにもよりますけれども、暴風吹き荒れる恐れありというエリアですね、はい、で中国四国エリアのあたりも暴風域まではいかなくても風強くなる恐れある、そして太平洋側ほど雨が強く降る恐れもあると、はい、いった形で、今の台風の進路から離れているところもちょっと荒れたお天気になる恐れというのはありますので注意が必要です。先ほどリポートにあった石垣島はおそらくですね、直接の影響はないかと思います。雨風は大丈夫だと思うんですけれども、はい、ただ海上の波の高い状態というのはもう台風が去ってしまうまで続きますので、海に近づく際には注意が必要ということが言えますね。はい、分かりました。というのが台風5号、今日のところは影響としては小さいので、まだ沖縄のあたりも小さな雨雲が通過してにわか雨、ごく短い時間雨を降らせる程度ということですので、今日のうちに備えを行ってください。はい、わかりました。永井さん、ありがとうございました。予報センター永井さんと最新のお天気を確認していきました。やはり台風の動向、この後気になるところですね。沖縄奄美方面や九州では影響が出てくるような今予想となっておりますので、しっかりと今のうちに対策を行っていただきたいと思います。那覇の方からもね、今のところはいいお天気ですがというコメントいただいています。今日は比較的穏やかなお天気のところ多くなっておりますので、早め早めの対策を心がけてください。それではこの後インターバル中には今朝の日の出のリポートご紹介していきますので、皆さんぜひご覧いただき、最後手を合わせていきますので参加していただければと思います。ではインターバルです。
今朝いただいた綺麗な日の出のリポートをご紹介してきました。リポートいただきました。モンティさん、つくしさん、くまごろさん、もうさん、やすしーてんさん、ありがとうございました。いや、今日はその他にもたくさん綺麗な日の出のリポートをいただいていて迷ってしまいましたね。綺麗な日の出見られた方も多かったのではないでしょうか。直接見ていない方も今お裾分けいただきましたね。では今朝いただきました日の出に一緒に手を合わせていきたいと思います。ではいきますよ。せーの、パンパンスリスリ。今日も良い一日になりますように。おはようございます。8月3日木曜日、時刻は8時、まもなく33分になります。ソライブサンシャイン、引き続き角田直子が担当します。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。よろしくお願いします。はい、今日は8月入って3日目。8月にも慣れてきましたか皆さん。ただ関東全体ですかね、あの8月とは思えないような体感になってるんですよね。昨日と今朝両方、あれ8月こんなに過ごしやすくてよかったっけといった感じですね。ただね、もう8月らしい、真夏らしいような体感になっているところもあるかと思いますので、しっかりと対策していただければと思います。さあ、そして関東は雲しか見えないということで、お洗濯などもどうするか迷ってしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここからはしっかりと確認していきましょう。こちらのコーナーです。みんなの外干しチェック。今空ボタンでお洗濯状況を皆さんにお伺いしております。この後集計していきますので、今のうちに皆さんたくさんお答えください。ではこちらのコーナー、まずは皆さんからいただいたお洗濯に関するリポートの方を見ていきましょう。まずは埼玉県小鹿野町ひまわりさんよりいただいたリポートです。ありがとうございます。おはようございます。久々の日差しが眩しいです。貴重な晴れの日、お洗濯片付けましょうかといただきました。あ、埼玉県の方は同じ関東でも青空見えていますね。日差しも届いているということです。お洗濯片付けちゃいますか。お洗濯祭りをするということですね。では続いて見ていきましょう。千葉県習志野市の梅さんよりいただきました。ありがとうございます。今は涼しいのですが、今日は蒸すらしいです。洗濯物乾くかな…てんてんてんといただいています。千葉県習志野市は先ほど埼玉県よりも雲の多い空になっていますね。ただ日差し、雲越しに届いているということです。お洗濯乾くのかどうか気になるところですね。はい、今日干したい方も多いかと思いますが、この後また雨の心配はないのかどうかなどもしっかりと確認していきましょう。では続いて神奈川県横浜市の高弘さんよりいただきました。ありがとうございます。今朝は涼しいより寒さで目覚めました。まだ風は冷たいです。青空少し見えてきました。晴れて洗濯物すっきり乾くといいなといただきました。はい、こちらも雲が広がっていますが、薄雲かな、少し青空も透けて見えていますね。この後すっきり晴れればいいのですが、今日はどのようなお天気になっていくのでしょうか。関東は雲の広がる空のところが多くなっています。いや、洗濯物乾くといいんですけれどもね。この後しっかり確認していきましょう。皆さんからいただいたリポートを見ていきました。ここからは各地のライブカメラの様子見ていきましょう。まずはこちらです。石垣島のライブカメラの様子です。おー、綺麗な空ですね。はい、こちらは洗濯物をバッチリ乾きそうですね。急な雨などにはお気をつけください。では続いて見ていきましょう。熊本県のライブカメラの様子です。熊本、今日もいいお天気、
もうね、暑さに注意が必要ですね。洗濯物は短時間でも乾きそうですね。天気急変には注意していただいてバッチリ干せそうです。では続いて見ていきましょう。大阪府吹田市のライブカメラの様子です。あ、大阪も晴れてますね。綺麗な青空、日差しもしっかり届いているようで、このお天気ですとバッチリ干すことができそうです。では続いて見ていきましょう。東京新宿のライブカメラの様子です。こちらは雲の多い空になっていますね。関東南部明るい曇り空のところが多いということで、干してしまった方も多いかと思いますが、この後どのようになっていくのか気になりますね。では続いて見ていきましょう。秋田県秋田市のライブカメラの様子です。